失礼いたします。起床の時刻でございます。お目覚めですか、主様。いや、まだ熟睡されてますね。ネボスケさん、このサレンディア救護院で寝泊まりを始めてから日が浅いですしね。枕や寝床にまだ慣れないのでしょう。いろいろあって疲労感も溜まっているはずですし、本日は特に急ぎの用件もございませんから、ゆっくり心ゆくまで寝かせて差し上げたい気もしますけど、生活リズムが崩れてしまっては不健康ですし、サレンディア救護院の皆様が用意してくださった朝食も冷めてしまいます。ここは心を鬼にして起こしますね。主様、お目覚めください。主様。目覚めてくださらない。困った主様です。一人で起きできないなら、やはり私も一緒に寝床に入った方が良かったのでは。主様は記憶がないわけで、ほぼ赤ちゃんと言っても過言ではございません。私という保護者がおはようからお休みまで面倒を見る必要がございます。決して私が一人で寝るのが寂しいとかではなく、主様、今笑われましたか？もしかして起きておられるのですか？あ、やはりお目覚めになられていたのですね。おはようございます、主様。お疲れのところ無理に起こしてしまって申し訳ありません。ご不快でしたらどうぞ罰をお与えください。主様が早寝早起きをして健康に暮らしてくださるなら、私そのために犠牲になるのもやぶさかではありません。どれだけ虐げられようとも本望です。主様、寝ぼけてらっしゃるのですか？どうして私の肩を掴んで顔を近づけて。主様も一人寝が寂しかったのでございますか？私だってじゃなくて、困ります。どうしましょう。口づけですか？いわゆる目覚めの口づけでございますか？おでこ、どうしておでことおでこをコツンってしたのでございますか？はい、私熱がございますか？はあ、それを確かめたのですね。先ほどの謎のスキンシップにはそのような意図が。私も疲労感がたまって体調を崩してしまったのかもしれません。一生の不覚です。主様に風邪をうつしたら大変ですから、退出いたしますね。あ、主様、どうして私を抱っこするのでしょう。主様の寝床に運んで優しく下ろして、お布団をかけて頭を撫でて、これは一体ここで寝ればよろしいのですか？主様のベッドで。体調を崩したなら安静にしていないとダメと。お心遣いはありがたいのですけど、それならそれで私自室に戻って休みますよ。ほんの少し風邪気味という程度でございますから、歩けないほどでもありませんし、主様の寝床に私の風邪の菌などが残っちゃいそうです。あ、主様、何も説明せずにどこかへ行ってしまわれました。
遠くから声が聞こえる。どうもサレンディア救護員の方を呼びに行ったようでございますね。お薬などを用意して看病してくださる心づもりのようです。やはり主様はお優しい方。多少ずれているというか説明不足すぎて混乱しますけど、お心遣い痛み入ります。はあ、このベッド主様の体温が残っている。なんだか安心して眠たくなってきました。ここのところ一人寝の夜が続いて、やはり寂しかったのでしょうか。安眠できず寝不足だったのですけど、そのせいもあって体調を崩してしまったのですね。私ちっちゃい子みたいですね。恥ずかしいです。ガイド役失格ですけれど、そんなダメな私でも主様は決して見放さないのでしょうね。いつでも優しくて私を大事にしてくださいます。そんな主様に仕えられて、私は果報者でございます。主様、しばし体調不良でご迷惑をおかけしましたが、おかげさまで本調子を取り戻しましたので大丈夫ですので、私を肩車しないでくださいまし。ちっちゃい子みたいで恥ずかしいです。私自分で歩けますよ。まあ、先日風邪をひいてから主様が過剰にお優しい、大事にしていただけるのは嬉しいのですけど、面倒をかけてしまっているようで心苦しいです。私どちらかというと主様を保護し導く役回りでございますのに、これでは主様のペットとか、あるいは妹とか娘のようです。主様からの愛情を目いっぱい感受できて幸せではあるのですけど、これではいけませんね。私がしっかりした一人前のガイド役であることを思い出していただかないと。むしろ頼られ甘えられる側であると。ふむ。主様、銀行というものをご存知でしょうか。これまで私や主様が働いたりして貯めたお金は、まあ微々たる稼ぎでございましたし、その日のうちに生活費や食費などで消えていたのですけど、サレンディア救護院という生活の場もできて、宿泊費などが浮く分蓄えもでき始めております。その全財産をお財布に入れて持ち歩くのも不用心ですから、銀行という財産を保存してもらえる施設を活用しようかと考えております。主様は身の証を立てるものがございませんので、私の名義で口座を作ります。通帳などは主様にお預けしますので、ご入り用の際は好きなだけお金を引き出して用いてくださいまし。ご不安なら慣れるまで私が管理いたしますけど、今日はそんな銀行の用い方をご教授したく思っています。ガイド役っぽいでしょ。なので銀行のある大通りへ向かいたいのですけど、主様、そちらではありません。大通りは向こうの、おや、ふむ、ワンワンがいますね。あれが気になるのですか、主様。主様、私を地面に下ろしてくださいまし。どうも飼い犬のようなので危険はないでしょうけど、噛まれたりしたら大変でございます。私が主様をお守りいたします。はい、ゆっくり下ろしてください。
運んでもらえて楽ちんではございましたが、やはり自分の足で歩いた方が安心できます。何があってもすぐ対応できますし。なんだか元気がないですね、ワンワン。どうも弱っているようです。首輪をつけていますし、飼い犬だと思うのですけど、ご主人様とはぐれてしまったのでしょうか。迷子になって路地裏などをさまよって、はあ、かわいそうに。おいでワンワン。大丈夫です、私は敵ではございませんよ。ああ、食用にする地域もあるようですけどね。ペコリーヌ様でもあるまいし、動物を見たら即座に食べ物だと判断するほど悪食ではございませんこんなに愛らしいものを食べたら天罰が当たってしまいますよ。よしよし、大丈夫です。あなたのご主人様を探して差し上げます。ちょうど銀行のある大通りに各種のお役所がございます。ペットなどはお役所への登録が義務付けられているはずなので、そこで調べれば飼い主がわかるかも。抱っこして差し上げますね、ワンワン。わあ、こんなに震えて。ご主人様と離れ離れになって心細いのですよね。お気持ちはわかります。私もずっと主様と巡り合えませんでしたから。けれどだからこそ今はとても幸せでございます。参りましょう、主様。願わくはいつまでも。こうして肩を並べて共に歩いていけたら幸いでございます。ああ、いけません、主様。おいたをしちゃダメですよ。悪い子ですね。そんな風に舐めたら顔がベトベトになってしまいます。せっかく一緒にお風呂に入ってきれいきれいしたのに、また汚れてしまうでしょ。やっ、主様、服の下に顔を突っ込まないでくださいくすぐったいです主様は本当に甘えん坊さんでございますね。おや、こんな夜更けに何か御用ですか、主様。ふむ、私の部屋から妙な声が聞こえたから気になったと。これは失礼いたしました。もう夜も遅いのに、就寝している方もいるかもしれませんし、配慮が足りませんでしたね主様が私の部屋の方へいらっしゃるのは珍しいですね。間取りが同じですし、まだ私物も少ないので、さながら写し鏡のように似ておりますよね。ちょっと殺風景なのでインテリアを揃えたい気もしますけど、ここはあくまで私と主様の愛の巣を見つけるまでの仮宿でございますし。はいはい、先日迷子のワンワンを拾ったでしょ。お役所で飼い主の方を調べて探してもらっていますけど、なかなか手こずっているようで、近頃公的機関は動きが鈍いと悪評が立つぐらいですしね。気長に待ちつつ、飼い主の方が見つかるまでは私が保護することになりました。それはご存知ですよね。そのワンワンを名前がないのも不便なので、主様と呼んでいるのです。主様ご本人がいると紛らわしいですけど。やっ、お利口さんにしてくださいまし、主様。今人間の方の主様とお話をしているのです。先に寝ていてください。私も後ほど参りますので。はい、いけませんか。ワンワンの方の主様が
一緒に寝てくださるおかげで、最近は朝までぐっすり熟睡できております。やはり誰かの体温がそばにあると安心できますね。いつか本当の飼い主のもとへお返しして、離れ離れになってしまうのが寂しいほどです。人間の方の主様ともできれば一緒に寝たいのですけど、それは残念ながら禁止されてますし、おっと、ワンワンの方の主様寝ちゃったみたいです。起こさないようにゆっくりベッドまで運びますね。お布団をかけて子守歌を口ずさんで添い寝して、深い眠りに疲れるまで頭を撫でて差し上げます。はあ、懐かしいですか。このサレンディア救護院に来る前まではこうやって主様を寝かしつけておりましたからね。人間の方の主様も久しぶりに。私に甘えん坊さんしたいですか。主様がそれを望むなら私はいつでも大歓迎です。いいえ、私がそうしたいのです。主様、ひとときだけでも構いませんので一緒のベッドで寝ませんか。ぬくもりを共有いたしましょう。はい、どうぞおいでください。後ろから抱っこしてくださいまし。主様はいつでも私を壊れ物のように優しく触れてくださいますね。こうしていると小さな子供の頃を思い出します。仕事で忙しかった父はごくたまにしか家に帰ってこなくて、夜遅くに帰宅するたび気まぐれのように添い寝してくださいました。あのぬくもりを忘れません。私、弱くて愚かな子供ですね。父のぬくもりを求めて主様に寄り添って、さらにその代理としてワンワンの主様を抱っこして、でも一人で寝るのはやっぱり寂しくてたまりません。主様、今夜だけパパって呼んでもいいでしょうか。おや、お返事がありません。寝てしまわれたのですね、主様。どうしましょう。抱っこされたままなので動けませんね。まあ良いのですけど、二人と一匹で寝るにはややベッドが狭いですね。うっかり転げ落ちてしまいそうです。主様に怪我などをさせたら私責任の取りようがありません。けれど、ああ、あったかいです、主様。主様、こんな夜更けにいかがされました。はい、今回は書き置きを残したのでご存知かと思いますけど、私が故郷に放った使いガラスがそろそろ戻ってくるはずなので、この森で出迎えようとしているところです。想定していたよりも帰りが遅いのでちょっと心配です。魔物などに襲われていなければ良いのですけど。はい、使いガラスたちが帰る場所に見当をつけやすくするため、彼らの聴覚に捉えられやすい音域で歌っておりました。エルフの歌声には特別な力がありますので、本職のバードなどに比べたら私のは素人芸ですけど、主様もよろしければ一緒に歌いますか。主様の声を聞くとなんだか安心してしまって、うっかり眠ってしまいそうなのですけど。
番の主様もご一緒だったのですね。急に飛びついてきちゃダメですよ。びっくりしちゃいますから。ペロペロもしちゃダメ。甘えん坊さんですね、主様。ふむ。ワンワンの主様が私がいないので寂しがって遠吠えをしたのですね。それでご近所迷惑だと怒られてしまったのですか。だから私のもとまでワンワンの主様を連れてきてくださったのですね。それはすみません、私の配慮が足りませんでしたね。置き去りにされたのではとワンワンの主様を不安にさせてしまったのでしょうか。大丈夫ですよ、主様。いつか飼い主などが見つかってお別れする日が来るとしても、今はおそばにおりますから。あ、主様、また光っておりますよ。何でしょう。アメス様から主様に伝えたいことがあるのでしょうか。おや、これはこれは、主様、ご無沙汰しております。私のことをお忘れですか。はい、あなたの忠実なるしもべ、夏目心でございます。またお目にかかれて光栄です、主様。どうして口を塞ぐのですか、主様。え、あまり大声で主様と言っちゃダメですか。周りに変な目で見られるから。私そんなの気にしません。主様は私の主様ですので。せめて人前では勘弁してほしいと。それがご命令なら従います。私は主様のご意向には絶対服従いたしますので。ところで主様、他の呼び方をすべきですね。あなた様は動物園で何をなさっておいででしょう。よもやいわゆるデートでございますか。英雄、色を好むと言いますしね。え、同性の友達と遊びに来たけどはぐれてしまった。ふむ、この動物園は結構入り組んでおりますしね。休日なので人混みがすごいですし、迷子になられてしまうのも仕方ありません。ふむ、スマホも間が悪く電池切れしそうで、お友達と合流できそうもないと。なるほど。私充電器を持参しておりますのでお貸ししますね。充電が済むまでは私とデートいたしましょう。あなた様、ええ、繋いでもよろしいでしょうか。あ、大サービスですね。大変光栄です。やはりあなた様は私の思っていた通りのお優しい方。え、私は動物園で何をしているのかと。私ここに住んでるのですよ。ああ、語弊のある表現でしたね。別に私がアニマル的な存在ということではなくて、正確には動物園に併設された研究所で暮らしております。父がそこのお偉いさんでして、本拠は海外にございますので、日本での仮の宿ですね。その関係で私、動物園は顔パスで入れますので、小学校が終わった後は大抵うろうろしてますね。私あまり小学校には馴染めておりませんから、こんなすっとんきょうな言動をしてるせいでしょうけど。だから放課後
一緒に遊ぶ友達もいなくて、やっぱりちょっと寂しかったので、あなた様とお会いできて本当に嬉しかったのですよ。あなた様どうされました？急にダッシュされると困ってしまいますよ。え、今日は日が沈むまで私と遊んでくださると。大変嬉しいですけど、あなた様はお友達と一緒に来たのでしょう。私などに構っておらずにお友達と交流しないと。お友達って私はよく知りませんけど、大事なものなのでしょう。お優しいのですね、あなた様は。私が寂しがっているので慰めてくれようとしているのですよね。ありがとうございます。あなたのような方が私の主様で本当に良かったです私、下方者ですね。こっころたん、なんていじらしいの。ありがとね、こっころたんに優しくしてくれて。あの子ったらほんといつも一人ぼっちで、笑うこともめったになかったのよ。だけどこの動物園で一緒に遊んだ日とか、あんたに会えた時は年相応の可愛い笑顔を浮かべていたわ。でもね、あの子はここからだったはずなのよ。この後あんたの友達とも合流して一緒に遊んだでしょ。その友達の中にコッコロタンが通ってる小学校に妹がいる人がいて、その子を紹介してもらってお友達になってさ、ここから幸せになるはずだったの。普通の小学生みたいに人生を楽しめたはずなのよ。動物園を一人ぼっちでさまよう生活は終わりになるはずだった。だけどその前に、ありふれた幸せに手が届く寸前に、あの子の人生は非日常に飲み込まれたわ。だからさ、その場しのぎで話を合わせたのでも何でもいいから、あの子の主様になったならあの子を幸せにしてあげて。この地獄から救い出してあげて。今のあんたに言っても仕方ないけど、私は心から祈ってる。お願いね。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ、こっころたんによろしくね。主様よかった、お目覚めになられたのですね。アメス様とお会いしていたのでしょう。どんなことをおっしゃっておられましたか？ふむ、あんまり覚えていないと。アメス様との対話はいわば夢のようなものらしいですからね。記憶が曖昧なのも仕方ありません。私も神殿などで託宣を受けられますが、お声しか聞けないので、どのようなお姿なのかとかいろいろ興味深いのですけど。あ、主様、どうして頭を撫でるのですか？なんとなくそうすべきだと思ったと。おかしな主様ですね。なでなでされるのは嬉しいですけど、やっぱり眠くなっちゃうので今は勘弁してくださいまし。スカイガラスをちゃんと迎えるまでは私しっかり目覚めて待機していなくてはなりません。ですから主様、なでなではご褒美はまた後ほどに。やることをやってお家に帰ってからたっぷりと私を甘やかしてくださいまし。